何？テトカフィです。踊って。なこ。一回踊ってみる。お前ダンサーでしょ昔。踊りうまいじゃん。なんかやって。たまにふざけて。日本語の勉強。やめてくれる？生麦、生米、生卵。早く。生麦、生米、生卵言ってみ。生麦、生米、生卵。一回やってみ。取ってないで。できない。食えるだけも難しいだよ。ギャムもあんやめね。どうしようもないな。はい、ミス。あ、インタビュー OK？Oh, thank you. Ah, how old are you? 18. 18. 18. 18. 18. どうしようもないな。信じられないですか。18です。はい、18です。あのなトラバホ。寝る食べる。なこ。難しいの仕事だよ、おかしいけど。毎日見てます。すげー。すげー。明日は日曜日ですけど、何をしますか。お前は仕事してなさい、頑張れ。あ、もう明日から木曜日まで仕事です。よかった、父親の音が入れて寝るよ。亭主は留守でいい、金だけ持ってこいか、お前はの今の夢は何ですか。アノナドリーム。お金持ちになる。じゃあお金持ちになるのにはどうしたらいいの。お金持ちだったらみんなの問題でお金あげるよ。みんなこ楽しいでしょ。それでも楽しいだよ。誰も問題ね、楽しいだよ。じゃあ何をしたらお金持ちになるですか、このフィリピン。このフィリピンでお金をいっぱい掴むのには何をしたらいいの？わかりますか？自分の家。だから。ちゃんと日本語勉強しなさい、まっちゃん。お金持ちになるには何をしたらお金持ちになるですか？カジノ。カジノだって。カジノか、すげえ。お、すげえ。あとチャレンジならんカジノね。カジノ行くよ。ファーストタイム。まだ行ったことないもん、フィリピンでカジノ。ほぼだよ。お、すげえ。冗談だよ。すげえすげえ。じゃあ今度はこのサラリー入ったらカジノね。一発勝負。一発勝負。よし。何日になるかな。じゃあ。カジノで一発当ててお金持ちになる、それがお金持ちになる秘訣ですか。バカタレが。もっと貧乏になるよ。地道が一番。人生55年生きて何をやるのにも地道が一番だと思う。それではまた、バイバイ。ズンバの練習中。
白いパンツを履いてるのがお嫁ちゃんの妹ロックスです。近所の奥さん連中がルンバの練習をして、その向こうでカズキがバスケットをしながら遊んで、赤いパンツを履いてるのがカズキだね。ボールが取れないカズキ、カズキとカイカイが遊び終わってきた、帰ってきた。カイカイもこの間買った自転車乗ってる。